の光るとか、ガラスが壊れるとか、そういう断面的なことしか、あれに覚えてなくて。自分が感じているその気持ちを、みんな言えないっていうのが、本心だと思います。そういう自分の精神状態だったのか、ちょっと自分でもわかんないですね。ことで、その人に献血をやっていたんですけど、あるとき、その人の体に感染が現れる、どこかが流れてしまえば、誰もない病の人間、僕もこういうふうになるのかなという恐怖がね、その見るたびにどって言われることがないので、自分の恐怖というのは失せていくのではないかと思ったんですね。本当に不問にあったけど、見たとしては、その時見たんですね。あの当時は、原爆で終わったら、それは結婚しても、その時、気がついた時は瓦礫の下敷きで、みんないるか、なんかざわざわしい声が聞こえてきて、私はその男の手に引き上げてもらったと思います。夫が死んでたけど、風が長引いて、どうしよう、何そば死んだな、のそばさん、ちょっとのそばきましたけど、そしたら先生が、こうかな、そばに行ったらいけない、やっと、あれ、4000メートル、こんねんじゃらも、こんねんじゃらも、こんねんじゃらも、女の人まで駆けやりもたりして、アメリカ兵が来たら、いかがだなと言ってたんですけど、上の連中はちょっと頭が狂ったとしかしょうがないですよ。髪の毛ダメだったそうですよね。そしたら先生が